競泳と吉田です。澤田です、G1 が秋になって始まって、はい、スプリンターズステークス、はい、まあ、スプリンターが集まってきたら、そうですね、大体調教ではよく見せるのもいっぱいいるはずで、ヘイトの調教欄見ても7点がずらり太ついて攻めましのもいるからね、はい、ちょっとあれなんだけど、まあ、関東は本当なんだけど、はい、めっちゃ関東からちょっと行ってみる。そうですね、まあ、そうして僕は良かったと思うんですけども、うん、まあ、ウッドコースの中で、まあ、星雲構成ですかね、まあ、一周前にこうすごいびっしり折って、うん、まあ、その効果でこうすごい活気が出てきたというか、そうね、一周前なんかちょっと、うん、あれ前なんかそうですね、ちょっと重そうかなって感じしたけどね、はい、まあ、そのおかげで ね、 ね、反応も良くなったので、うん、ね、これは順調に仕上がったかなと思います、ね、うん、あとワンスイナムーンでもすごい手応えでこう、うん、並びかけてからもうそこからさらにぐんと伸びてね、これはだってあのウッドコース結構減らしたら、はい、おそらく負けないぐらいの結構、ね、まあ調教では本当位置には遊ぶぐらい、ほとんど見たことないって感じ、はい、まあ、体調良さそうだね、でもね、あれだけ、あの、女の子であれだけ起きれるっていうのはね、はい、一週間もやってたしね、必死ね、まあ、去年のチャンピオン、レッドファイクス、どうですか。うん、やっぱりこれもだから、先行戦と同じで、うん、先週すごい眺めから行って、ね、あの、三ノ島ジョッキーが、はい、すごく乗ってよかったと思うんだよね、びっしりやってね、そうですね、それでゴール過ぎても、コーナーまでびっしり追ってたから、うん、相当眺めをハードに、うん、追ったっていう感じで、はい、まあ、今回はね、はい、向こう島から出てきて、あんまりからさってやってたんだけどね、やっぱり先週の効果がありましたね、さすがだなっていう感じで、ね、はい、仕上がったなって感じですね。うん、関東はなんかありそう、はい、なんか、うん、そうですね、ハンドのスムードローも相変わらずなんか9歳なんだけど全然、うん、ね、はい、感じさせないもんね。そうですね、まあ、ラインミーティアもね、そうね、ラインミーティアもなんかねすごい柔らかい感じで、ね、そうなんですよ ね、だからなんか本当に忠実を感じさせるような、うんうん、感じさせる、すごく感じさせる、はい、それで関西ですよ。関西ですか。うーん、結構ね、こう気象的に難しい馬も結構いて、うんうん、こうハンドでね、まあすごい時計は出てるんですけど、ほとんどハンドだもんね。そうですね、まあその中でどれですかね。まあ、ダイアナヘイローっていうのはこうすごい夏こう結構使い詰めで使ってるんですけど、まあ全く疲れを感じさせず、これはよく見えましたけどね。うん、なんか、はい、そうね、まあ手を上げするあれでは修士とかネロとかね、はいはい、結構早い時出すのがいるからね、総じてね悪そうだなって感じないけど、やっぱメラグラーナとかダンスディレクターとかはちょっと人気になるんだけど、はい、やっぱ時計以上になんかすごく時計以上になんか反応がいいって、最後の伸びもいいしね、うん、この辺りはいいかなと思ったけど、ビッグアーサーだけは結構見てるとちょっとそうですね、うん、なんか2週連続13秒台のなんかあれでいっぱいになったってことだ、うん、ここにこうなんつうの無理やり合わせてきてなんか2週、この2週でそれまではずっと生まれ状況でしょ、うん、もう少し沈ませるかもね。そうですね、なんか馬体見てもやっぱりこうなんだろう引き締まった感じがないですよね。去年のスピーダースーツ1万2キロもだったね、うん、だからちょっとどうなのかなっていう感じがしただけで、他はそうしてそんなに悪くないなという感じなんだけど、うん、ただまあ例えばこうシュージとか、うん、モンドキャンノとか、うん、ちょっと折り合いが難しそうな馬がいて、そうね、モンドキャンノっていうのね、うん、まあこの辺やっぱりまあすごい脚力はあるけど、やっぱ折り合い、そうだからね、ハンドでやってこうやってきて、ハンドが来るんだけど、みんな行きたがるじゃないですか、来るじゃない、はい、あの映像見てても、みんなこう行きたがるような感じで来て、うん、そこをうまく押さえ込んで、はい、最後仕掛けた時に、シュッとこう反応するのがいいんだよね、そうですね、だから、まあ、実戦でもそういうふうにできるかと、うん、そうそう、できるかと、ね、それが流れで、ね、そうだとかって、ね、はい、ちょっとやっぱ気象が、まあ、だから長い距離持たないんだろうけどね、そうですね、まあまあ、でも。まあ、みんな体調良さそうで、的に、はい、関東もなんかね負けてないぐらいね、そうですね、ちょっと関東馬は結構魅力的なところですね、うん、どれですか、どれが一番自分の好みですか。関東馬ははい、そうね、見た感じはやっぱりレッドファルクスかなっていう感じかな、うん、いや本当に、まあ、成功戦も先週よりすごく良くなったって感じ、はい、まあ、実戦もこそ俺高松弁で褒めしたから、ああの時素晴らしいなと思うと、ちょっとあれからイメージすると
まあでも近づいてきたなっていう感じがするし、なるかな、なんかワンスインナムユー、そうですね、ちょっと妙味を考えるとワンスインナムユーもちょっとあの場に行きないですよ、はい、いいなと思いますね。あとちょっと関西場でちょっと最後に人気ないところだとフィデューシア、あこれビリーブの子供ですけど、俺行きないですよ、前哨戦人気なったけど、サスはどう、なんか秘密秘密わかりました。っていうようなところでどうでしょうか。